水族館の気になるをアクアスの飼育スタッフさんに聞いてみよう。今回の質問はこれ。アクアスで一番怖い生き物は？怖いって言ったらやっぱりサメかな。でも毒のある生き物も怖いよね。どんな生き物に毒があるんだろう。毒が人の体に入ったらどうなるんだろう。気になる。アクアスには結構毒を持っている生き物って意外とたくさんいるんですけど、例えば、赤クラゲなんかは刺されるとミミズ腫れになってしまうこともあります。クラゲに毒があるのは知っていたけど、刺されると痛そう。クラゲの中でも赤クラゲは強い毒を持っているんだって。肝臓とか、卵巣に毒を持っているトラフグなんかは食べると死んでしまうこともあるんです。フグは美味しいけど食べられない部分にはそんなに強い毒があるんだね。その中でも刺されたら一番怖いのはアカエイをはじめとするエイの仲間ですね。エイって毒針があるの？赤エイの尾の真ん中くらいにあるちょっと飛び出たところ、それが毒針なんだって。でその毒針は結構ギザギザしたノコギリのような形なんですけど、エイから刺してくるようなことはエイ自体が身の危険を感じない限りはないんですけど、誤ってその尾に踏んでしまったりですとか、あと触ってしまうと傷口から毒が入ってきて痺れが出たりとか、痙攣とか痺れとか、あと意識を失ったり、ひどいと死んでしまうこともあるので結構危ないですね。怖い。それにとっても痛そう。エイは砂浜にいることもあるそうだから、気づかないで踏んだりしないように気をつけよう。毒がある生き物には要注意だね。